はい、皆様お疲れ様でございます。今日はですね、ファーミングシミュレーター25、こちらの最新ニュース情報まとめをお送りしたいと思います。で、本日の内容は何かと言いますと、まずは新規メーカー参戦、この件に関しての動画となりますが、大事なところはその一つ前になります。今回こちらの動画が流出した謎、こちらについてですね、すごい調べまして原因を特定しました。さすがにちょっと褒めてほしいです。で、まずはですね、こちらの内容を詳しくお話ししたいと思います。8月の23日、まだゲームコムが開催されている最中ですが、この時に一本の動画が上がりました。どこから動画が公開されたかと言いますと、ドイツのゲーム雑誌、ゲームスターという雑誌になりますが、こちらのウェブ版から動画が公開されました。で、噂されているのが、こちらのゲームスター公開設定の時間を間違えたのではないかというふうに言われております。ですので、本当はこのタイミングで公開するのではなかったというふうに言われております。で、その後ですね、ものすごい勢いで拡散されまして、またジャイアンツソフトウェアさんが声明を出しました。皆様に見ていただくために作った動画ですので、どうぞご自由にご覧くださいとのことです。やはりジャイアンツソフトウェアさんの懐の深さを感じました。では30秒の動画となりますので、まずはこちらをご覧いただきたいと思います。はい、いかがだったでしょうか。新規で参戦するメーカーはメルロというメーカーとなります。で、こちらですね、モッドとかではありましたが、ベースゲームに登場するのは今回が初めてとなります。名称はメルロマルチファーマー MF449 となります。で、特徴的なのは後ろが3点ヒッチですね、 PTOパワーテイクオフがついております。ですので、こちらの車両、テレハンドラーなんですけども、普通に農作業ができるようになります。で、マシンスペックをご紹介しますと、馬力は170ホースパワーの4気筒となります。最高速度は時速40キロ。アームの長さは 8.8 メートル。到達の高さは6メートル。そして重量は 9.5 トン。となります。アームで持ち上げられる最大重量は 4000kg となります。そして今回の動画の中で気になるところは、初めてファーミングシミュレーター2号で列車が登場いたしました。赤を主軸カラーとして黄色の塗装がされております。で、今回の動画を見る限り、列車は周回しているように見えますので、ファーミングシミュレーター22と同じように自動で走行しているものと思われます。1719のように資材や穀物を他の場所に輸送するために乗るとも考えられますが、ファーミングシミュレーター22のように売却の時に使用するという方が、今までの情報から察するに通っているかと思います。そして3点ヒッチということがありまして、動画の中ではディスクハローを引いておりますが、前方にバケットをつけて中に石を入れております。こちらはウェイトをつけない代わりに石で重さ調整をしていると推測されます。で、動画ではその後フォークで角ベールを刺してトレーラーに乗せるという動画になっております。で、こちらの車両がリアルでどのように使われているかをちょっと調べましたが、建設現場や工事現場などで多く見られました。こちらのメルロ、リアルでは他にもいろいろなタイプの車両がありますので、
ベースゲームの方では何タイプ来るか分かりませんが、モッドの方では多く制作されることが予想されます。他にもですね、私まだ気づいていない部分があるかと思いますので、その際はコメントでお知らせいただけますと幸いです。そしてですね、8月の23日日本ではプレステ5のパッケージ版が発売されるというニュースが出た時ですが、実はこちらのニュース海外では流れておりません。で、この時ですね、新たな画像が数枚公開されましたが、外国の方にとっては新しい画像が公開されたと言いまして、日本のゲームニュースサイトを取り上げる記事などが更新されておりました。ですので画像は日本限定公開となります。私が見た感じですね、新しい画像は7枚あります。ちょっと駆け足で見ていきたいと思います。まず1枚目の画像ですが、私には普通の牛に見えましたが、海外の掲示板ではウォーターバッファローなのではないかというふうに議論がされておりました。そして2枚目の画像ですが、羊が紹介されました。高画質のスクリーンショットで家畜が紹介されたのは、牛と羊は今回が初めてとなります。そして以前も公開されておりました水車のついている建物、こちらの別角度の画像が今回来ました。こちらは角度が違うだけですので、特に深掘り内容はないかと思います。そして次は画面いっぱいに映るひまわり畑です。今回のファーミングシミュレーター25では、ひまわりの背丈はそんなに高くないように見受けられます。そして左側には施設のゲートがあるように見えますが、何の施設かはわかりません。そして右側ですね、ちょっと建物が見えたり、一番右端の方には穀物エレベーターの一部が映っております。そして次の画像になりますが、こちらは田んぼから稲が見えているのでしょうか。こちらの画像も初めての画像となります。そして最後が遺跡のジャパンになります。トラクターとコンバイン、こちらが同時に映っている画像は今回が初めてとなります。そして逆にですね、海外サイトでしか公開されていない画像も1枚見つけました。それがこちらの馬となります。今のところファーミングシミュレーター25ではコーチビルダープロダクション、馬車の加工工場などはありますが、馬の画像が公開されたのは今回海外サイトが初となります。逆に日本では公開されておりません。ざっくり画像だけ見ていきましたが、何か気づいた点がありましたらこちらの方もコメントをいただけますと幸いです。本日の動画は以上となります。